はい、どうもこんにちは、ナオシーです。今やってるイベント、何でしたっけ、シルバー、ブロンズ、まあ、シルバーとブロンズしか使えないイベントなんですけど、なんかね、どうなんですかね、報酬があんまり美味しくないからなのか、結構ね、今回勝ててます。実は強い人が参加してないんじゃないかという、なんか疑念すらあるんですけど、まあこの前のね、バトルロイヤルに続き12勝目をかけた戦いをやっていきたいと思います。今のところ、まあ通算でも16勝ですね。16勝、いきましょう。ジェイク・ラム、それからベリンジャー、ディッカーソンあたりも怖いですね。ただ先発はね、左にしてます。いやここまで来ると相手、このね、わかんないですよ、戦績が。もうリセットされちゃったから、あのランクマッチがね。ランクマッチがある頃は、大体なんか戦績を見て、こう、あ、強いんじゃね、弱いんじゃねって考えてたんですけど、それがね、今ちょっともうわかんないんで、もう、ぶっつけですよ。行きましょう。一応、ワールドシリーズですね。球種は、なるほど、5球種。お、どうだ？飛びすぎましたね、ちょっと。今ですね、スイッチヒッターをね、並べてます。お、これも、これもダメか。デイリーミッションで、あのオージー・スミスのミッションが出てですね、スイッチヒッターでイベントで100安打っていうのが出たので、スイッチヒッターを並べてね、一応それももう達成しました。今度まあランクまでちょっとね、使ってみたいなと思ってますけど、やっぱ球速いのはちょっと難しいですね。98マイル。よしよしよし。高めのカーブ。あれな、危ない。取られてもおかしくない。どうだ？よしよし。これはヒットでしょう。ツーアウトかな。この2人でね、点を取りたいんですよ。ベルトラン、スモーク。ちょっと98マイルが。ストップストップ、これはストップ。キャッチャーもね、相手誰だったかな。これはダメかな、上がりすぎですね。まあまあまあ、そこまで打てないわけではなさそう。相手も1番はハミルトンですね。ちょっとタイムが長かった。カットするかもしれません。ここはよし、正面。なんかこれね、ヒットが出まくる試合と全く出ない試合がなんか分かれてる気がするんですよ。来た、ジェイク・ラム。もう右についてはこの人鬼ですけど、左もそれなりに打ちますからね、なんか。結構ね、左でも打たれた記憶がある。慎重に行きましょう。ワールドシリーズのプレートですからね。いける。オッケー。じゃあ、ツーアウト。お、ホリデーか。ホリデーはなんか珍しいな。初めてかもしれない。このイベント期間中で、ホリデー使ってる人初めて当たったかもしれない。よしよしよし。やっぱこの低めのチェンジアップですね。ボールにするチェンジアップ。
お、ナイスボール。早いのを見せつつ、こうチェンジアップはねボールにしていくという。どうかな。うん、まあまあまあ。よっしょと。いいよー。このスイッチヒッターの人たちはね、意外と守備がいいんですよ。で、ゾブリスト。レフトがね、いい人いなかったんで、ゾブリストはレフトを守ってます。肩が強いんで、肩強いんかな。よしよしよし。ヒットもね、結構打ってくれます。いい、この人。守備シフトかな。このねヘルナンデスも意外と今回のイベントでは活躍してる。この人がセカンドだからゾブリストをねレフトに入れてます。出た、ヘレラ。こいつね、本当使いにくいんですけど打ちにくいんですよ。自分が使うと打たれるんですけど打ちにくい。めちゃくちゃ使い方かな。球種が多いですからね、なかなか絞れない。そして100マイル近い速球。よしよしよし。やっぱボール球を振っちゃいけませんね。お、これはやった。ゲッツシフト。おお、どうだどうだ、いけるか。いや無理ですね、これじゃ。これぐらいじゃ無理。パークバック。さあピッチャーですけど、行くか。勝負かけましょう。よし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 。やっぱり初球はチェンジアップ、ボールからとか多いですね。ん、うわ、もう最悪。出た、ここでゲッツ。中継ぎが、中継ぎが早くも投入しなければならない。左が結構貴重になりそうですね、これね。ベリンジャーとかディッカーソンもいたでしょ、まあ、あとジェイクラムがいますからね。ここが終盤になって、左を切らすと負けちゃいますね。一応あと2人いるんでね、ご利用は計画的に。よし、いける。しっかり追って。オッケー、ワンアウト。今のとかを入れたいですね。お、まずいぞ。ワンアウト。ゲッツー取りたいですね。多分ね、ここが。ディッカーソンだった気がする。そうですね、ケツ取りたい、ここで。カットボールで引っ掛けさせるか。振ってこない。今のを引っ掛けてほしいですよね。よっしゃ、狙いど、あー、これはまあ一個、OKOKOK、ツーアウト。まあまあ、狙いはああいうところですね。引っ掛けてもらって、セカンドショートゴロでゲッツーと。キャティスもちょっと左に強いんですけど、まあ最悪、フォアボールでもよしとしましょう。うわ、危ねえ。真ん中に行った。危ない、危なかった今の。よし、ショート、いけるでしょ。 OK、 いいよ。打たせて取るピッチングですね。
今回はですね、8番ピッチャー方式を取ってます。特にあんまり深い意味はないんですけど、よしよしよし、これでまあベルトランのところにランナーを置いてね、回したいんですよね。3番のベルトラン、これまあいろいろやりようがある。どうしようか。よしよしよし、盗塁を警戒してますね。こういうのはもう打てませんからね、ハミルトンには。あ、いける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 、ラッキー。ちょっとバントでもうね、送っちゃおうかと思ったんですけど、結果進塁打、進塁打ではないけど、よしよしよし、落ちたでしょこれ。いいよハミルトン、やっぱ選球眼をちゃんとすると今みたいなね、甘い球が来ますね。走らせようかな。よし、ボールラッキー。これでバウンワンでしょう。もう内野ゴロでもいいですよ、ゲッツないし。ポップフライだけダメなんで、ああいうのはちょっと気をつけたいですね。よし、走って、みんなして、 OK OK OK、 やりました、先制点。地味ですけどね、ちょっと。これは落ちるか、落ちるか、あー取られた。ゴーゴー、ただゴー、いけるいける、ハミルトンがいける。よし、地味だわ。内野ゴロとね、犠牲フライで2点取りました。タイムリーなしで2点。ちょっとダメだ、浮き足だってはいけないですね。あースライダーかな、2球目で。お、どうだ、走って、よし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 、なんか怒ったぞ、エラー。これ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 、これ振っちゃいかんよ。お、変わるか、変わるか、変わりましたね。ロンドン、早いわ。ただこれも落ちそう。あ、よし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 、いいね、好走塁。今のでツーベース、追加点取りたいな。ただこいつも98マイル。あ、同じような感じだ。くそ、フォーシームとスライダーですか。あ、これダメだ。まあまあ2点先制ですね。これは、ダメか。ビアーナのヒットですね。ちょっとまずいと、点取った後。中継ぎ入れておきましょう。わ、代打でビシェッテ。ちょどうせ走ってくる。来た、いけ、どうだ、ダメか。ちょっとこれは1点だな。よしよしよし、ノーアウト2塁でしょ、しゃあないか。1個1個、 OKOK、 ワンアウト3塁ですね。誰だ、先頭ハミルトンか。まあ、ボテゴロかポップフライで
仕留めたいですね。ただね、ポップフライを打たせられそうな球種がどうかな。ちょっとこれはまずい、内野安打になっちゃう。おお、止まりましたね。今みたいなのを引っ掛けるっていうか、こすってピッチャーゴロとかね。お、ポップフライだ、いけるか。セカンド来るぞ。その後放って、どうだ。おお、マジか、早かったですね。セカンドフライでタッチアップされてしまった。要注意要注意、ここで2アウトですからね、すんなり終わりたい。よし、いいぞ。左でちゃんと放ればね、大丈夫なんですよ。そう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 、この辺で振ってくれ。お、まずいぞ、いける？無理か。ちょっとカウントが悪かったですね。早めに仕留めないといけなかった。いや、これ同点はいかん。まあでもピッチャー変えましょう、疲れてるわ。ちょっと左ピッチャーあんまり使いたくないけどな。ホリデーで抑えないと次がベリンジャーだったかな。よし、いける、自分でいける、自分で。 OKOKOK、 危ねえ危ねえ、なんとかね。お、来た、ウィルソン。ウィルソンは意外とね、落ちる球がないんかな。うん、そうですね、カットボールと確かカーブかな。うん、あとまあフォーシーム早いですけど、あんまり落ちる球がないんでね、シンカーとかチェンジアップみたいなのが。 OK OK。これを振っちゃいかんのですよ。お、どうだ、カーブ振ったけど結局。よし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 。まあでも今のカーブはどうかな、ストライクゾーンっぽかったですね。まあ代打かな。ちょっと腕もってな、もったいないけど。まだ4回ですか。ああ、ファウル。 OK OK。 結構カットボールを多投してきますね。これ詰まるとゲッツーになっちゃう。フォーシーム、今のはちょっと勝負を分けそうな球でしたね。これはダメか、ちょっと弱いですね。ストライクではありますね。欲しい、もうちょっと上だった。カーブは振ってはいけない。まあこれはしゃあないね、今のは打てません。よしよしよし、あの出し入れをされたらちょっと難しそうですね。このカットボールとフォーシームでインコース出し入れされたら難しい。よーし、オッケーオッケーオッケー、フォアボール。ただね、ハミルトンがね、パワーないですからね。ダメだ。ツーアウト。頼むぞ、ジョーンズ。よしよしよし。これをね、見逃して、ちゃんと。いいよ、厳しいな、今フォーシームだったら振れませんよ絶対。
惜しい。今入ってたらちょっとまずかった。どうかな、ストライク来るかな。来た。あー、ダメですね。チャンスは作るが1点差。ここは左でもう一人いるんでね、一応ブッチャーっていうピッチャー、左がね、この人ね。だからもう一周左に回ってきた時までは取っとかないといけないですね。うわ、打たれた。ライブベルトラ、ここはちょっと抑えたい。同点は回避しないといけませんね。お、どうだ、頼む、刺してくれ。あー、出た。投げられないやつだ。わー、ノーアウト二塁はまずい。そうですね、普通の外野フライか、まあ、これ内野ゴロか。よしよしよし、ツーストライク。もう一球いこう。ショート、どうだ。あー、ランナー走ってるわ。今のはどうですかね。ただまあ、これで一回戦左弱いんでね、ここを抑えましょう。よしよしよし、ここを三振で取りたい。変わるか、代打出る。いやー、代打キリブリューとかおったらもう終わりですよ、マジで。その場合は継投もやむなし。ワンアウト三塁。あ、来た。おー、マルティネス。まあまあ、一応バックも体勢だけしこう。うわ、どうしようこれ。勝負するか。あ、ボール球で。お、ラッキー。あ、危ない危ない危ない。なんで勝負バネ取った、なんで勝負バネ取った。今のノーバネ取らんかい。ギャッツまた来たぞ。変えるか、ここは。左に強いですからね、ギャッツは。さっきはいけたけど、ここ大事。もう中盤4回ですからね、ここ同点になるとでかい。よし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 。いいよ、振ってくる振ってくる。ちょっと様子見っぽかったけど、これも振ってくる。あー、ダメか。ちょっと高さもコースも外れてましたね、今のは。どうだ、よっしゃー、やった、でかい。これはさあ5回終盤ですね。この辺で、お、どうだ。よし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 、詰まった分良かったですね。カットボールっぽかった。この辺で追加点取りたい。どうするかな、変わるかな。ちょっとね、1点差じゃ怖いですからね。あ、来た。キャップスはあんまりね得意じゃないんですよ、この人も。ただね、結構初球は荒れるんですよ。ほら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 、よし、いけるいけるいける。なんかね、フォームが独特だからなのか、初球乱れる人が多いですね。で、2球目甘く来るんですよ、逆に。丁寧に置きに来るんですよ、2球目は。狙うぞ。
来た。どうだ、落ちるか。あ、落ちた落ちた、よしよし。ほらね、キャップスはなんかね、このパターンに結構当たるんですよ。初球冒頭で2球目甘いっていうね。うん、 OKOK、ね、甘いのを打つと厳しいとこ来ますからね。さあ、ただここからキャップスはね、もともとは苦手なんですよ。ゲッツーでもいい、ゲッツー崩れ、ゲッツーで1点でもいい。どうだ、あ、ダメか。まあまあ OKOK、 下手した今のライナーゲッツーの可能性ありますから、ね、まあ OKOK。 なあ、カーブか。くなあ、もうダメだ、早いのきつ。よし、これがゲッツーならんでしょ。よし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 、地味だな、得点がやっぱり。オーケーオーケー、よしよし、ちょっと黙ってしまったけど、ちょっと集中してしまった。よしよし、ああいうね、失点した後とかは走りやすいですね。うん、ダメか。まあまあ、貴重な追加点ですね、3対1。あと2イニング抑えれば12連勝ですよ。甘かった、危ない。代打かな。まあでも次がまたピッチャーですね。代打構成、違った。あ、やべ、いける、しっかり放って、いいね、フィーリングいいよ。あれ、こう立ち止まってから投げる人いますからね。あの場合はちょっとセーフになったりしますけど。お、コンフォート、コンフォート、惜しい。今のとこ決めたいですね。多分手が出ない感じでしょう。よっしゃ、いいとこおるわ。ショート、ツーアウト。お、うわー、これヒットかもしれん。キャットしっかり。ピッチャーの方がフィールディングいいし。ああ、ここはピッチャー交代ですね。よかった、ラス一のレフティー、レフティーというかサウスポー。はあ、もうブルペンいません。ここを抑えないと、ホームランだけないよね。来た、ダメか。これ刺したら結構でかかったんですけどね。カットボールで、どうしよう。相手がどう考えてるかですね。打ちたいのかフォアボールでもいいのか。よし、いける、バク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 。よし、よく抑えた。最終回、代打からですね、ピッチャーからだ。ラストの左はもう多分使わないんで、行きましょう。あ、ストリックランド。誰で行こうかな、微妙ですけど、カブレラで。
でもね、狙っていくしかないんですよ。勘で。そうそう、いいよ。これとこのインコースに入ってくる球好きですね。フォーシーム来い。来た。おは詰まったけど。ナイスバッティング。あらら、大丈夫か。ゆっくりフェンスにつきましたね。いいぞ。あ、チェンジアップだったんだ。完全にフォーシームだと思ってた。まあ、ここでダイスを使いましょう。もう1点取ったらでかいよ。どうしようかな、走ろうかな。もう無理かな。ただクイックしますからね、プレッシャー与えつつ。ダメだ。プレッシャーを与えつつ打つ。どっかで仕掛けてもいいと思いますけど。どうだ。おお、やった。走ってる走ってる。出たね、エンドラン成功しました。よし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 、これでゲッツーもないと。もう1点入るな。1点目のパターンだこれ。打つぞ打つぞ。よし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 、これ2点だわ。レフトの捕球が悪い。よし、やりました。5対1。いくぞ、緩めんぞ。どん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 いきますよ。あ、ダメか、ゲッツーかな。お、オッケーオッケーオッケー。なんか戸惑いましたね今。ちょっと取れそうになかったんかな。ただワンヒットで追加、追加点の場面。変化球の方が打ちやすいんですけど、ストライクに来ないですね。フォーシームかな最後。違った、危ない危ない。OKOK、今のはもうボールでしたね。さあ2安打のゾーブリスト。なかなかフォーシーム来ない。お、どうした、ピッチャー変わる。なるほど。よし。あー、ダメか、追加点ならず。ただまあやりました、4点差です。最後はファーカーでいきましょう。ヘレーラはちょっとね、入れたんですけど、なんか危ないもん、ほんと使いにくいんですよ。僕はファーカーの方が好きですね。お、マジか。まあ、1個ずつ行きましょう。1個ずつ1個ずつ。足も遅いですからね。OK、OK。1個ずつ行きましょう。よっしゃ、取れるぞ、レフト。ゾブリスト。OK、ワンアウト。まあ、できればね、ゲッツーとかで締めたいですけど、あんま欲を取らず。欲を取らず。欲を言わず。お、これゲッツーじゃない?はい。はい。3、6、3かな。よっしゃ、やりました。12勝。これ報酬は確かライブダイヤでしたよね。
やったー、誰来るかなー。今回珍しくね、12勝が限定じゃないということなんですけど、どんな感じかな。バトルロイヤルだったらもうここで終わっちゃうんですけどね。どうなるんだ。12連勝。17勝目。12まで開きました。これでリワードもらえるんかな。また間がある。貯めるね。あ、戻ってきた。誰だ？あ、これやか。やった。でも、オーバーロールの低いダイヤにしてはいい方ですね。やりました。あとまた累積の方のね、報酬をかけて、まあそれは生放送の方でね、やっていきたいと思います。ではこの動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。